お疲れ様でございます。無料で稼ぐのコーナー、今回はセルフバッグ A8 ネットからでございます。案件はですね、法人個人事業主カードを探しているんですけども、その中でいいのがありましたよ。このエアカードってやつです。 1.5% の還元があって、さらに会計処理が簡単ということでね、法人に関わらず個人事業主の方もおすすめするカードです。こちらの方を作ると17,500円が現在キャンペーン中で、ちょっと割増になってるってところかなと思います。実はね、ポイントサイトのモッピーでも紹介されてるんですけども、16,500円なんですよ。ですんでこちらの方から申し込むのがいいかなと思います。ほら10月31日までになってるでしょ。もうあとわずかですよ。で、広告主の新規であること、ね、ウェブからの申し込み後60日以内のカード発行ってことなんで、これは簡単にいくなと思いますね。はい、それではセルフバックで進めていきましょう。このようなカードですよね。でカードの申し込みと、リクルートポイントは Amazon でも使える、なかなか便利じゃないですか。で法人とか個人事業主の方で会計ソフト、このいずれかをね使ってる方が多いと思うんですよ。まあ、私の場合は会計ソフトじゃなくて税理士さんにお願いしてるんですけども、経費を削減したい場合はこういった会計ソフトで十分ですからね。まあ、私の場合は取引先をこう税理士さんとか弁護士さんとか会計士さんとすることによって、まあ、法人を強化していきたいっていう気持ちがあるんで、社員を雇うつもりで、顧問の方はね何人か持ってるんですけどもね。そして交換できるポイントは D ポイントやポンタポイントになります。このエアカードで決済した分の 1.5% が D ポイントやポンタポイントで反映されますので、自動的にこちらの方でね買い物ができるよってことですよね。ね、法人で例えば100万とか200万使うと1万とか2万っていうのが貯まっていきますんでね、かなりお得じゃないですか。じゃあ申し込んでいきましょう。はい、でこちらのエアカードを作る際っていうのは ID が必要になってきますね。だから ID を作る、会員登録することによって他のサービスへの誘導も起きるってことですけども、ここはもうね、容認するしかないでしょう。これを機会に私もエアカード ID 作っていこうかと思います。はい、じゃあこちらを進めますけども、いろいろと面倒がありますんでね、一旦動画の方はここまでにしておきます。それでは、はい、画面切り替わりまして、個人情報と会社情報を入力することができました。そうするとですね、お申し込みありがとうございましたということで入会受付番号が発行されます。これでウェブ上の審査が完了しますと、必要書類を送ってくださいということなんで、おそらくこれも登記簿を送って、自分自身の個人情報、免許証のコピーなどを送って、それが受け取られてウェブでの申し込みと一致すると、会社の方からね、 JCB の方から、ついに必要書類が送られてきて、さらにはカードが送られてきて、カードを受け取ったら全部完了ということになりますので、まあここで山は越したかなというところですね。はい、まあ大体5分ぐらいですよ。はい、以上で 17,500円ということでございます。 A8 ネットからお申し込みください。 A8 ネットのまだ会員登録がお済みでない方はね、動画概要欄に URL を載しておきます。それでは。